ヤデラクエルドロドがつきました。ここさん、ここさんおろしきればいいよ。わ、そこせ入れるはんで。あ、そうですか。ここさんおろしき。わ、あと入れだ。いいですね、エルドラド。待ちに待ったエルドラド。来ましたね。おお、綺麗だな。このモールが、このモールがないんだな。かな。な。まあ、7時末梢の車なので明日仮ナンバー持ってきて仮できて、まだ駐車場まで運ばないばダメだ。こんにちは。こんにちは。仮ナンバー借りてきました。ね。これエルドラド、これ運ぶのに、うん、来たやつね。これ小野の駐車場まで今日運ぶんで、うん、車検ないのでこうやってね、仮ナンバーね、本日のね、これを付けて、これで大野まで運行ね、ね、少しだけど車検取るまでだね、うん、ちょっと運転してみないんだ、うん、大野の駐車場までワンツカだけどちょっと運転してみて、ただドライブインスピレーションっていうのワンカだけど、それをちょっとね、これも始め、これこの車はちょっとね初めてなので、ちょっとまだ勝手がよくわかりませんけども、ええ、と言ってますね。結構でかい。割にはなんか運転しやすいな、これかなり運転しやすいね。
前のってだいぶドラゾーン同じなんだけど、非常にこれいいな、運転しやすいね。うん、静かだ。ああ、ブロアムよりブロアムよりもちょっと大きいからな。うん、日本のこういう車のいろんな手続きってな、結構大変だよな。うん、愛車券切れました、運転してはいけません、仮ナンバーで運転してくださいね。そのため、まあこの仮ナンバーはあれだ、市役所さえ行って手続きして750円ね、しないだらまず1日、うん、でこれ付けで、ではまず問題ないと。昔はもっと長い期間借りるに行ったんだけどもね、意外とこう悪い方向に使う人が多いっちゅうことで1日とかそうなっちゃったね。うん、あー、これ左ハンドルになっても全然違和感ないね。俺は運転しやすい。うん、いいねこれ、即時車検取りたいね。うん、そりゃいいわ。大きさの割に全然苦ないね。うん、これ輸送されてきたんだけどガソリン4分の1入ってるね、珍しい。うん、実はあの輸送の時はあまりガソリン入れられないから、かなりね、エラーでねえや、あのフェールランプ継ぐくらいまで抜いだりすんだいね。うん、これ少し入ってるだね。やっぱりフェールランプ点灯してくるとすぐガソリン入れないとね、運ぶだけでもちょっとあれだ。これはちょっといいね。うん、昨日もニュースで見たけど、車に対する税金って日本はかなり高い方だってね。うん、改善は改善つかされないのでね、こんだけ車大国になってるのに、車に対するね税金ね、20、30。ああ、何も車の話になってねえな。ああ税金の話でぐだめぐばかしてな、あ前の車か、まあ、車の話、まあこれはうんいいね。このね、この運転した感じさ、これ 4600cc なんだけども、このエルドラドあたりになればアメ車感があまりないね。うん、キャデラックのブロアムは結構ドロドロドロっていう感じでね走るんだけど、これはスムーズだね、かなりね。うん、かなりスムーズだ。加速も溜まるとかあのだばドロ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 って言うけど、これ全然国産車に近いね。うん、国産車だ、近い。もうわかアメ車らしさが欲しいけども、まあいいんだべね。これ何年だべ、平成9年か。うん、平成9年型だしね、9年型だしだって古いよな、20年前の古い。うん、加速する時もエンジンの振動がないね。カマルとかキャデラックのブランもみんなあるんだよね。うん、十分だ、十分今の車が近いね。
よし、着きましたね。仮ナンバーでも事故なく安全に着きました。よし、まあとりあえず車検取ってないので走行はこんなもんだ。キャデラックのエルドラドね、平成9年型、4600cc かな、前持ってたエルドラドはさ、一旦廃車に、もう廃車にしちゃったんだけど、平成6年かな、まあでも2台同じ形なんだけどね。これちょっとあれかな、ノーマルかな、車高低いような気するんだけどね。これね、これはこれも業者さんから買いました。7万円、すごいね。キャデラックのエルドラド7万円だよこれね。ちょっとこれも、予想よりいい感じできたね。ね、こういう感じね。こういうちょっとボネットの中見てみる。まあこれさ、ずっと外さ置いてるらしたらしかったから、結構汚れてる。細かい傷もいっぱいあるな。まあ7万円だからな、7万円という値段を考えればさほど気にならない、ね。お、ちゃんとボンネットのダンパーも効いてますね。いいね。いつもの使い棒がいらない。ノーススター32バルブ V8 エンジンね。このここの会社のエンジンって丈夫なんだそうだね。もうあれだね、エンジン内もさほど汚れてはいるものの古くはないですね。いいね、いいね。これトランク上げるスイッチ、カマロと違うんだな。鍵で上げるじゃとりあえずね。と上がらないな、すぐ。トランクこういう感じ。ね、これはチェンジャーついてる。チェンジャーね。これはだな、やっぱりブロアムよりちょっとあれだ、小さい。ブロアムのあのトランクなのって、あの人間の死体は4体くらい入れれるもんね。これね、こういう感じ、全部開けた2ドアだからね。ドア大きいね、これドア大きいの、かっこいいね。ね、かっこいい。車検取って乗りたいな、やっぱりな。でも今年さ、ブロアム取りたいんだよね。ブロアム、あれこれ取りたいの、これこっちの車検取る。だいぶほら、これちょっとさ、ちょっと雪で屋根へこんで水たまりできるくらいだ、直さねばな。これ車検取りたいのさ今年ね。
これを車検取りたいのでね、先にこれブロアムいいよね、ブロアムもね、これ、だからね、どっちも取りたいな。でもどっちも取ればさ、税金払えないのさ、だしね、残念だね。うん、エンジンかけてみますかね。綺麗だね、うん、すごく。これもこれこれもよくついてくるんだよね。パナソニックのナビがついてますね。ナビっつうか何だ、ナビね、こうなんか動画とか映せんだべね、これね、エッチな動画とかね。で、ツードアだけども、非常に多分これ乗り降りしやすいと思う。かなり広いよこれ、こんだけあれば、うん、これこう、こんだけあればかなりゆったりと乗れるね。あれ、水鳥蔵さん入ってた、水鳥蔵さん、これね、こういう業者のってね、こういうのやって悪くならないようにしてんだよね。やっぱ業者ってね、これすごく広いね、こういうゆったとした車っこさね、うん、お父さん大事だわね、目がけとか、うん、のへで走ればいいんだ。ただ車目立つからね、奥さん以外の目がけとか乗っけたらバレるかもしれないね。うん、ね、あとね、もう一回エンジン、おお、これ広いね、うん、いいね。いやこれさっき運転したけど、すごく運転しやすいんで、普段の足として使えるよね。まあ深く詳しく言うと、平成9年型ね、キャデラックエルドラド、排気量 4.6リッター、うん、これ28年の4月で車検切れてたんだね。だから約2年間、うん、まあ2年間でもな、そうだね。ちょっとエンジンかけてみますか。試さってこう鍵刺すとポンポンポンってなるんだよな。いいですね、うん、走行距離6万7千キロ。どんどんね、まだ走ってないね、うん、なんだこれ、あ、説明書とか入ってた、なんかいっぱい入ってた。まあ、どでゆっくりだろう、うん、こういうね、オートマチック、うん、ね、内装こういう感じだね。まあそう、そう変わんねえな、日本車とな、うん、これといってすごいっつのはないね。まあ乗ってしまえば普通の左ハンドルの車だな、うん、そういう感じだな。仮ナンバーはさ、5日以内に返さないとダメだ。なんてこれ上がりついてんのかな。
そういうわけでね、キャデラック平成9年型キャデラックエルドラドね、いつもながら全く参考にならない車動画ですがね、こういうのまた買ったよと、そういうことで報告みたいなもんだな。うんね、まだ買ったよってな、そうな、うん、みんなそうじゃないんだ、まだ買ったんだかってな、うん、まあ収集癖っちゅうかね、はい、ね、いっぱいな、何台レストアできるかな今年は。レストアだってみんなちゃんと動くからな、みんなちゃんと動くんだよ。さあコメントさ多いんだ、なんでこんなに車集めるんですかとかね。まあいいじゃんね、俺は好きだようにやってんだからね。うん、車動画やればね、まだまだね、クソ車とかねコメント来るけど、いいじゃんね人のことね。うん、こうやって好きで集めてんだからさ、すごいですねとかね、そのくらい喋ってきてもいいじゃんね。うん、まあね、そういうわけでね、これね、徐々にまた今年も車動画アップ、車動画なかなかさあれなんだ、来て撮るのもあれ、車動画週に1回ね、うん、お料理動画週に1回、まあ週に1回ペースでいければいいなと。うん、料理動画、ほとんど俺は料理動画のこと得意なんだけどね、なんかね、みんな車見たいっつうから頑張って車を撮ります。というわけで恒例の今日の発光だ、上に雲がかかってますね、あれ雲がかかってる、幻想的です ね、 ね、うん、今日は全般的に曇りですね。うん、そういうわけでね、あ、ダンプが来ました、ダンプが来ましたと、坂本さんのダンプが来ましたね。いいですね、坂本さんのダンプね、これ帰ってきた、これあのダンプカメラついてんだって、ね、今日はねキャデラックオイでエルドラドでね、これで帰りますね。でね、キャデラックもう一回ね、かっこいいな、かっこいいなこれな、ね、かっこいい、よし、そういうことでしたね。発光ダムを映したし、ヘバヘバっていこう、ヘバっていこう、今日なんか体調いいな、あまり体調いいかな、次の日コロッと死ぬかもしれないからな、ほどほどにして。